大成明は、日本の彫刻家、現代美術家である、東京都八王子市出身。2004年、日本大学芸術学部を卒業。同年東京芸術大学大学院入学。2005年、チェコ政府奨学金を取得し、チェコプラハ留学。プラハ美術アカデミーとプラハ工芸美術大学に各1年ずつ在籍。2008年、 東京芸術大学大学院修士課程を修了。東京都知事に滞在し、ガラス、石、木などを用いて彫刻、インスタレーションを制作している。2012年、上野の森美術館が平面芸術の若手作家を対象に実施する母家展において、作品、マネビナンバー6が仮作に入選した。近年では二千十四年に第一生命、南ギャラリーでの古典、 テッツオーナリエーゴン仕入れを開催。グループ展では2014年にポーラミュージアムアネックスにて行われたポーラミュージアムアネックス展2014後期と陰影マイナスや同年にフィンランドにて行われたガラス作家による展示ヨーロピアングラスエクスペリエンスエキシビジョンインフィンランドに参加している。2019年トンボ鉛筆やオルファ、東洋産業 サンフレックスなど日本とチェコの会社経験者とスポンサー契約をしている。ありがとうございます。